PSOJ318.5338 から22.8603とは、地球から見て、ヤギ座の方向に80.2光年離れた位置にある、惑星質量天体である。観測結果に基づけば、この天体は特定の恒星を好転しない、自由浮遊惑星である、可能性が最も高い。自由浮遊惑星ならば、2013年10月時点で、 最も地球に近い天体となる PSOJ318.5338 から22.8603は発見に関わったデータを残したパンスターズでのカタログ名である。ニマスが観測したニマス J2114802-2251358 と 広域赤外線探査衛星が観測した YsJ211408.13、225137.3が同一座標上にあるが、これらは同一の天体であると考えられる。カタログ名が長いので、しばしば PSOJ318 から22と称される。このため、以下の説明では PSOJ318 から22を名称として用いる。 PSOJ318 から22は2013年にマイケル・リューラーの研究チームによって発見された。彼らはパンスターズのデータを用いて褐色矮星を探索中に通常の褐色矮星より赤い光の成分に富む天体を発見した。そのため近赤外線領域を観測できるカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡の望遠鏡で観測したところ 褐色矮星よりも HR8799 やにマス J1207 から39の周辺を公転する年齢の若い木星型惑星に類似するデータが得られた。このためリューラは PSOJ318 から22は褐色矮星ではなく特定の天体の周辺を公転しない自由浮遊惑星であると推定した。年収しさから 地球から PSOJ318 から22までの距離は80.2光年であると推定されたが、これはデータの不確かさが大きく、褐色矮星の可能性が高いユグップス0722から05を除けば、2012年に発見された CF ブザイア J214947.2 から4308.9を抜いて、2013年10月時点、 最も地球に近い自由浮遊惑星である。PSOJ318 から22の物理的性質はその推定年齢によって多少変わる。おそらく年齢は800万年から2000万年の間と推定されており、この場合、木星と比較して直径は1.50倍から1.55倍、質量は5.5倍から7.8倍と推定されている。 表面温度は摂氏890度とやや高温である。この熱源は PSOJ318 から22が自身の重力によってわずかながら収縮することによってショーズルケルビンヘルムホルツ機構による放熱であるか PSOJ318 から22が生成された初期にわずかに起こった重水素の核融合の余熱によるものと考えられている。一方で 推定年齢を1000万年から1億年の範囲以内に置くと特に質量は褐色矮星の加減である木星質量の13倍に近い値を持つ PSOJ318 から22のスペクトル分類は観測された波長域によって多少異なる分類される J バンドでは l 七から l 十、h バンドでは l 五から l 七、h 2 o d バンドでは L5.1 から L6.9 に分類される。最終的な近赤外線でのスペクトル分類は L6 から L8 である。ありがとうございます。